スノーマン、タペストリー W、ミリオンセールス達成グループ4作目の大台。スノーマンの8枚目シングル、タペストリー W の売り上げが100万枚を突破したことが19日、オリコンの調べで分かった。3月15日の発売から約半年での記録、タペストリーはメンバーの目黒蓮が単独初主演した映画、私の幸せな結婚の主題歌、W は嵐の桜井翔が主演を務めた日本テレビドラマ、大病院選挙の主題歌に起用されていた。スノーマン名義では、キッシンマイリップスストーリーズ、グランドールに続く3作目、ストーンズ VS スノーマン名義で発売した、ミタチオンレーン DD を含むと、4作目のシングルミリオンセールス達成となった。また、アルバムでもファーストアルバムから3作連続でのミリオンセールスを達成している。